どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、また激レアの引き物の紹介をしたいと思います。はい、この前出したやつよりもっと古いです。もっと古い引き物をちょっと仕入れたんで、それを紹介したいと思います。はい、買った品物はこちらです。はい、すごいでしょ、これもまたね。え、今回ちょっと多いんですよね、枚数が。連続世界のトップ、この連続っていうのは何なんやろ。わはげんねえ、マセラティ、こんなやつですね。車自体がもうすごいですもん。これ確か70年前に発売したやつとか、そんな感じのことを書いてたんで、ものすごいレアです。はい、じゃあこれをちょっと紹介します。こちらです。ちょっと開けてみます。すげえ、70年前っすよ70年前の商品が。はい、おほほ、なんかすげえ、なんかすごいっす。戦後みたいなねえ感じですけど、すげえ、この紫なんですね、この封筒が。ちょっと紹介します。はい、じゃあ1枚目いきます。これです。ブートン1911年。なんか安い感じじゃないですよ、このシール。すごい、なんかなんちゅうんですかね、こうね、分厚いです、結構。あ、で、外れですね。おしゃれやなね、こんなん出ました。よし、じゃあちょっとね、今回のは枚数が多いんで、ちょっと何枚か引いちゃいました。お、いいね、ワーゲン出ました。おしゃれな、わー、このシール何か布みたい。あ、外れ。はい、ハンバーなんだ、ハンバーって。1924年ですね。フェルトみたいな感じですね、ここは。なんかこう、今ある現在のシールじゃないです、全然。質感が高級感ありますね、なんか。あ、外れですね。はい、じゃあどんどんいきます。お、来ました、ベンツ。1898年。なんだこの運転席なあ、これ手動なんかここ回すのついてますよね。人力やったんですかね。はい、ちょっとまだいきます。当たり出てほしいな。お、来ました、フォード。1901年。何なんですかこれ後ろどうなったんですかこれ。何これ、どうやって走るんこれ。これこそ人力車みたいなね、現在の人力車にちょっと似てますよね。ちょっとまだいきます。はい、メルセデス。1900年。わあ、すごい、これエンジンどうなったんですかね、これ。わあ、すげえ。はい、じゃあ最後です。あ、今さっきの当たったんかな。外れですね。あ、また同じの出た。ブートン。1911年です。
なんだブートンって、ブータンみたいな。このシールのこの質感いいんですよね。これこんなシールいいわ。高そうです。すごい、すげえ。このシールの質感が素晴らしいです。これはちょっと激レアですね。はいはい、いかがでしたでしょうかね。え、約70年前の引き物です。ね、こんなのがね今でも残ってるってすごいですよね。貴重な貴重な品物を仕入れましたね。本当ね、残しておいてくれた人ありがとうございます。本当この引き物はね全部お店に置こうと思うんで、レアなものが欲しい方はどうぞお越しください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。